アナ藤木さんです。どうもよろしくお願いします。迷彩教育受けてるんですよ、幽霊に対しての。え、芸人仲間から聞いためちゃくちゃいかつい話っていう。どうも、よしです。本日の怪談を浴びる会のゲストは七不思議さんです。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。七不思議の吉田桃々と申します。なんでおだけ何待ちよコンビだからさ、名前を言わない、ね、大赤にですを待ってたんじゃないですか。僕待ってましたよ。いや、なんか拍手待ちみたいなとこ待ってませんでした、ね、違う、完全にあなたのご紹介。私です。はいはい、大上信です。お願いします。お願いします。さあですけども、はいはい、今登録者数20万人ぐらい。そうですね、弱ですね、20弱、はい、もう行くイケイケ怪談 YouTuber が喋る怪談でも言ったら、僕のチャンネルは、はい、例えば勝負怪談みたいなのとか、はい、ここぞという時に喋る怪談とか、うん、はい、自分お気に入り怪談みたいな、うん、いろいろまあ銘打ってるんですけども、うん、今回はじゃあ、うん、ノブさん、はい、大丈夫ですか。そうですね、ノブさんはどういった、ちょっとじゃあ選んでもらおうかしら。あ、あら、なんでそんなちょっとニュータイプになったんですか。そうですね、選んでもらうときはこういうキャラクターになる。髪型もそう見えてきたまあちょっと家系に曰くがあるというか、はい、そういうタイプの人なんです、ね、ほう。で、僕名字大赤見て珍しいんですね、はい、で、この名字に曰くがあるよみたいな家系の一族なんですね。聞いたことないですもん、そうです、大赤にさん。だからその幼少期からちょっと不思議な体験は結構してるタイプ、はあ、はい、はいはい、で親父がもともと僧侶なんですよ、はあ、今現属してるんですけど、現属して破産3回やってるんですけど、くーかっついね、ね、破壊層なんですけど、破壊層、でその親父がもともと霊感強くて、僕英才教育受けてるんですよ、幽霊に対しての。え、そういう風に成長してきたやつの体験談がいいか、はい、もう一つは芸人仲間から聞いためちゃくちゃいかつい話っていうのもありまして、ね、いかついって言われたら、ね、関西人からしたらいかついと選びたくないよいかついを欲しくないよ。いかついをいきますか。大剣でももちろん欲しいですけどね、まあ、ね、1回きりじゃないんで、今後もね、こう絡ませていただくということを踏まえて、だから今回はちょっとそのいかついやつ話します。そう、お願いします。はい、どういったお話でしょうか。そうですね、僕、まあ、芸歴23年とかなんですよ。はい、それで、まあ、1年目の時に知り合った同期のやつがいて、はい、で当時まあフリーでねやってて1年ぐらいはやってたんですけど、その時に知り合った同期で、まあ、A 君にしときますけど、この A 君って結構やんちゃなやつで、中3ぐらいの時に家出して、それで高校も行かずに水商売の世界入ってたらダメですけどね、やんちゃすぎますねお手伝いとして、はあ、とりあえずその、まあ、寮があるから、うん、寮に入りつつお手伝いして仕事も覚えて、本格的にね、その、まあ、ナイトクラブみたいな、はいはい、んところの、まあ、ボーイですよね。でやったらええやんかっていう話でその寮に行くことになったんです。でその寮っていうのは一軒家をオーナーが借りてるんです。でその一軒家のまあまあ中は、まあ、1階がリビングとか風呂とかね、トイレとかあって、で一番その寮の中で年上の先輩が暮らしてる部屋が一つで、2番目の先輩が暮らしてる部屋あります。で上に後輩たち3つ部屋あるんですね。で真ん中の部屋が一番ちっちゃくて空いてるから、そこに住んだやんか。まあ、言ってみたら一番下っ端で一番狭い部屋当てがあれて、まあそこに住むっていう形になったんですね。寮入るんすけど、結局仕事は夜中じゃないですか。ほいでそのまんま家帰って、でちょっと寝て、若いから昼間ちょっと遊んで、ほいでもうそのまま仕事行ってっていう暮らしで、まあ時にはね、女の子の家行ったりするから、ほぼほぼその部屋でちゃんと夜に寝たことはなかったんです。はあ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 。1、2週間。はい、それでやっと仕事が休みの日があって、今日は部屋でね夜ちょっともうちゃんと寝ようってなった時があったらしいんです。でそのね、 A 君その寮に入った時に、別に霊感もないやつなんですけど、ちょっと不思議やなって思うことがいくつかあって、はい、最初に「あ、この部屋で」っていうね、その、まあ、オーナーに案内された時に、
約束事というか決まり事がいくつかあって、はい、カーテン開けんといてって言われたんですよ。ほ、はい、いでその入った時に普通ねこう空き部屋やったら物ないはずなんですけど物がちょっと置いてあるんですって。まあ、例えば棚とかで、まあ、ベッドも備え付けのものがあってとかいろいろ、まあ、物があったんですけど一個不思議なものがあって子供が遊ぶようなちっちゃいおもちゃのピアノが置いてあったんですって。あれもどけたらダメなんですか。うん、どけんどいてって言われて、うわー嫌 やな。は、はい、変なルール。16歳やしまだね、その時もうなんかね、大人が言うことやから守らなあかんと思って、ね、あ、そうなんですか。え、これ荷物いろいろ置いてありますけど他の部屋の先輩たちも入ってきたと言ってこういった荷物置いてあったりしたんですかって、あ、みんななんか置いてあったやつってでみんなに言うてやるっつって、あ、そうですか。で、初めてね、その日夜寝るんですけど寝てたら、まあ、夢見て夢の中でちっちゃい女の子が夢の中でいます。そんな夢見たことないんですよ。真っ暗な真っ暗な空間の中に4歳か5歳ぐらいもうその小学校行ってないぐらいの女の子が出てきて首横に振ってるんですよ。でなんか言う、おそらくダメって言ってんですよ。でもうちょっと様子伺ってたら夢の中でね逃げてって多分っていうね、夢を見て、パッと起きて。何や今の夢。めちゃくちゃ気持ち悪いな。で、そっからそんな夢見て、その日はそれで終わったんですけど、まあね、一番下っ端やし、あんま喋れないんですよ。周りの先輩たちも、もうやんちゃな人が多いんで、そんなところに入ってくるような子なんでね。で、一人仲良くなった、1階に住んでた2番目に偉い。2番目に、年長者の先輩とちょっと仲良くなって「ちょっと変な夢見たんすけどなんか知らないですか?」みたいな「この家ちょっと変なこと多くないですか?」みたいなこと「ああお前そう感じるタイプ?」みたいなこと言うんすって。いや僕初めてですけど、ああそうなんや、まあそれぐらい会話で終わって、なんか変やなと思いつつ、まあね普通にねそのね夜のお仕事やってで帰ってくるっていう暮らしがまた何日か経った時に、この A 君は真ん中の部屋に住んでたんですけど隣の部屋の先輩がいなくなったんですって急に、原因不明で、あいつおらんぞってなって飛んだと、あいつ飛んだな、でもその飛ぶようなやつかって、いや真面目でしたよなあいつみたいな会話があって、うん、まあまあしゃあないなみたいな感じがあった数日後に A 君の今度逆側の部屋のやつもいなくなってます。なんでなんでなんでってなって、はい、でね、まあ、2人飛んだじゃないですか。でまあ明らかにねちょっとねちょっと不安というかなんかちょっと嫌な予感はしてたから相談がてらその仲良くなった先輩が休みの日狙ってその仕事行かずにちょっとその先輩捕まえてちょっと話聞いてもらっていいですか、はい、僕前変な夢見たって言ったじゃないですか、ちょっと内容聞いてくださいって言って、でどんな内容やったんですって、いや女の子がねこう逃げてみたいなこと言ったんですよ、ああそうかっつって、いや俺もなちょっとないろいろとその感じる方の人間なんだわっつって、俺一個気になってることあるんだけど一緒にさ飛んだやつらの部屋ちょっと行ってみないかって言われた。でねまず最初に飛んだやつの部屋入ったんです。そしたら、まあ、備え付けのものがまあいくつかあるんですけど押し入れの中になんかパンパンに物詰まってたんですって、うん、でおそらくそのものっていうのは備え付けのいらんものを動かすなって言われてたのに無理やり多分入れてるんですって。で結構その、ね、あの棚とかが押し入れにいびつな形で入ってるから多分押し込めたんやろうなって思ったんですって。もこれちょっとどかしてみろ、なんすかってこの中に入っているものを全部どかしたんですって。そしたら押し入れの中にお札がいっぱい入ってたんです。うーわでピシャって閉めて、ああ
やばいなこれ。もう一人の方の部屋行こう。 A と同じような配置でベッドがあって棚があってっていう部屋なんですけど、壁にね、明らかにその時の年代だったら90年代なんですよ。90年代のアイドルじゃなくて80年代のアイドルのポスターが貼ってあったんです。うん、だいぶ昔ですよね。これ俺気になるわっつって、ちょっと剥がしてみようと思うっつって、いやちょやめた方がよくないですか、さっきお札ありましたよっつって、剥がしてみるわってビリって剥がして、やっぱお札がバーッとあったんです。うん、なるほど、まずいなっつって、ちょ一応お前の部屋見に行こうかっつって、いやちょお前やめてくださいよっつって、お前の部屋なんかなかったかっつって、あったんですよって、おもちゃのピアノが、絶対やばいですって、それで見に行って、でちょっと見せてみっつって、そのねおもちゃのピアノを先輩が見てて裏返したら、うん、お札貼ってあったっす。そんな、これで分かったなっつって、俺もこれで確信得たわ、やばいわっつって、多分次俺かお前やわって言うんです。ええ、なんすかその順番って、俺かお前やってどういうことですか。いや多分どっちかやわっつって、次の日その先輩飛んだんです。おお、もういよいよ怖なって思って、うん、え、あのもう次俺やってなって、いやでも次俺もう一人先輩いてるやんと思って、であの先輩なんで大丈夫なんやろうと思って、一番年長者の先輩ね。そしたらまあその日も仕事休みでね、で夜でもその先輩、一番年上の先輩とは今までそんな喋ったことないからちょっと気使ってて、でもこの先輩と二人っきりになるのはちょっと怖かったんですって。だからちょっと外行こうかなと思ってた時にトン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 ってノックされて、あれ先輩かな、ガチャって開けたその先輩が立ってるんですよ。目バッキバキなんですよ、目バッキバキで、次お前だからな、何次お前って何、マジで怖いと思って、ちょっとねその先輩の見た目がちょっと変やったんです。これ片腕だけ後ろに手回したんです。この体勢おかしいなと思って、ちょっとそのドアをこう開けがてらちょっと見たんですって。そしたら後ろで包丁こうやって持ってたんです。なんでと思ったら、もうちょっとパニックですよね、もうね、え、なんで殺しに来た、え、何これこの状況何と思ったら、もう怖いから、ちょっと先輩すいませんって財布と携帯だけ持ってバーン突き飛ばして逃げたんです。でそのまんまオーナーのとこ行って、まあ事の経緯を全部説明して、僕ちょっとあの家帰ることできないんで、しばらくちょっと知り合いの家行かせてくださいすいませんっつって、しばらく仕事も休んでその家からねちょっと逃げることになった、うんうん、でも荷物とか置いてあるから、うん、ちょっとねそれが気になって取りに行かないといけないじゃないですか。うわ嫌やな。だからそのオーナーに協力してもらって、その先輩がいない間に荷物をまとめてカバンに入れて、部屋から出てった時に自分がいた部屋の窓のところがカーテンちょっと開いてたんです。そしたら夢の中に出てきた女の子がこうやって覗いたんです。え、あれ俺夢の中で見た女の子やと思う。うん、もう一回見たらニコってしてバイバイってしてるんです、うん、何やこれと思いながら、まあ、そのね家後にして、で状況気になるじゃないですか、はい、なんで飛んだりとかそういうことがあって包丁持ってたとか、はい、まあ聞きに行ったんで最後オーナーのところに。そしたら判明したことがあって、あの家っていうのはもともと一家さんだった家なんですよ。一番上の先輩がいてた部屋っていうのがお父さんが住んでた家なんです、はい、お父さんが住んでた部屋、うん、おいで2番目の先輩が住んでた、あいた、あ部屋がお母さんが当てがわれてた部屋、おいで上の3つの部屋っていうのは子供たちの部屋なんですね、うん、でその一家の犯人お父さんなんです。飛んだ順番あるじゃないですか、それお父さんがおかしなって子供たちを順番なんです。うわ、だからあの女の子はまだ成仏できずにその部屋にいて、でおそらくお父さんもまだその家の中に多分いるんですよ。だそのお父さんが乗り移って多分一番上の先輩をおかしくさせていろいろしてたんでしょ。
わいそうだよね、女の子が。いや、かわいそう。そして優しいというかね、そうそうそう、逃げてっていうことを。いかついなぁ。取り移られて。なるほど。やったんじゃないかみたいな。で飛んだ方々はその脅されたかもしれないし、なんか見て逃げ出したかもしれへんし、はい、単純に何も感じしん人で、単純に飛んだ人もいるかもしれない、しれへん、ね、ただその順番考えたら関係してるんかなって思っちゃいますよね。ねえ、だってね、そのお札を隠すようにそのものを入れられたりしてたんで、ね、確かにね、気持ち悪っつって飛んだ可能性もあるし、もしかしたらその先輩に薬ね、はい、当てがわれてちょっとおかしになったのか、理由は分かんないです。ぶち上げ怪談 YouTuber としてご活躍の芸人さんですけども、いやー、僕はですね、やすくんにご紹介いただきまして、今回これがまあうまいこと結構できるようになったってことなんですけども、僕もやすから連絡来まして、吉井さんとコラボどうですかみたいな、 ありがたいですね、マジでってなって、ね、すぐ連絡先、ぜひぜひ、嬉しいです、大阪のお好み焼き屋さんでロケーションまで知らなかった、そういう感じだった、ね、お好み食いながら、なるほど、なんか吉井さんどうすかみたいな、うん、ね、そうそう、やるやるやる嬉しいよ、東京行政で決まって、ね、ありがとう、でっかい優しいモンスターです、ありがとうございます。今回はですね、七不思議ノブさん編ということで、いかつい怪談いただきましたけど、これぐらいのレベルの怪談が七不思議さんでは、数万本ですか。いやいや、そんなないです、そんなないっすよ、そんな数万本やばいでしょ、それはもうそんなの10、いやいやいや、1000は超えてるはず1000は投稿してるね、動画の数は1000何本ありますけど、だからすごいいろんなジャンルの話あるんで、1000個の動画見たら、もうだから7万キャーぐらい、1話20キャーぐらいあると思うんで、そうですね、7万キャー体験できると思いますので、ぜひ七不思議チャンネルも、七不思議チャンネルさん、はい、もちろん登録してると思うんですけども、はい、し忘れの方はぜひお願いします、ありがとうございます、というわけで、はい、本日のゲストは七不思議さんでした、はい、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。